皆さんこんにちはレック専任講師の赤松ですそれでは赤松式記述10分朝トレ第1項開始いたしますこちらの講座は中上級者向けの定番講座実践力パワーアップ講座についております記述編そちらを合計で100項に分割して実施をしていきます1講あたり10分を予定しています 多少時間の前後あるかもしれませんがご了承ください軽い問題、それから中には少し重ため問題も混ざっていますけれども1日10分の休止トレーニングそれでしっかりと休水の力を身につけていきましょう。それでは今回は最初ですからまず、注意事項を確認していきます。 こちら前の画面に映しています注意事項。こちらは本講座合計100口すべてに通ずる注意事項ですから、まず今回しっかりと確認しておいてください。ゴシックの部分見ていってください。はい、まずは権利部（括弧航空）。 に関する登記を申請しその後に権利簿を付くに関する登記を申請してください、えー、複数の登記の申請をする場合はこの指示に従ってください、えー、そして次、えー、それぞれの各区において複数の登記を申請する場合は登記原因の、えー、古い順に登記を申請してください、えー、そして戦後関係が不明でかつ前後を問わないものがあるときは申請の数が少ないものからとしてください 単独で申請できるものについては単独で申請するそしてもし複数の不動産があれば全ての不動産の管轄は同じと考えてください不動産の価格は1000万そして当期の申請日は令和4年7月5日としてくださいこれらの指示につきましては各問題にそれぞれ指示が出ていることもあります その時はそれに従ってください、えー、そして各問題に特に指示がなければこの冒頭、えー、部分の今の指示ですねこれに従って問題を解いていってくださいでは次申請人の記載方法ですが権利者・義務者など肩書きも書いてください、えー、そして括弧2番注意してください申請人相他の 人物については住所などを記載しない本試験では今の部分その他の人物という言葉は入っていませんこちらのテキストではあえてそれを入れておりますこれは抵当権などの債務者を意味していると考えてください抵当権の債務者などを書くときも住所を記載することを要しないという指示です 本試験ではこの指示がついてませんから、本試験では抵当権・ね抵当権の債務省を書くときは住所の記載を要するということになっているのが一般的ですから、その点は注意してください。こちら添付情報の書き方、これは皆さんご自身で確認しておいてください。では次ですが、会社法人等番号を記載する方法で当機の申請手続きをすることができる当機については、 会社法人当番号の記号選択肢でその記号で答えてくださいただし会社法人当番号を提供する方法で印鑑証明書の提供を省略する取,り、えー、取り扱いこれは行わないとしてくださいそして申請人が登記識別情報を提供できないときは使用書士法務太郎が本人確認情報を作成しています 本人確認情報 A のものこの要領で記載してくださいこの場合は登記し別情報を提供できない理由も記載するそしてもし保存登記であれば添付情報欄に「年月日法74条1項1号」の申請で要領で答えを書いてください。記載すべき事項はなければなしとしてください。 では、えー、以上が全問題に通ずる注意事項でしたので、最初によく確認をしておいてください。はい、では具体的な問題に入っていきます。えー、こちらの、えー、講座一日一、えー、ユニット。 朝トレということで10分間のトレーニングということで想定していますただ皆さんはいつ解いていただいても結構です朝昼晩あるいは休憩時間通勤時間帯自分が使える時間をうまく有効活用してくださいそしてできましたらこの10分の講座を聞いていただく前に少し問題に目を通していただければよりわかりやすいかなと思いて思います では第1項具体的内容を見ていきましょうまずは所有権移転登記増与がテーマです、はい、所有者が A となっていますえそして事実関係令和4年6月4日 A は子ども B との間で、えー、公土地を B に贈与する契約をしましたそして贈与契約書を作成。 令和4年6月5日、えー、A は、えー、その贈与を知った C から強く非難されたため贈与契約を解除しましたはいこれによってどのような登記を申請すべきか一旦贈与契約をしたんだけど、えー、その後贈与を解除したこれはこの贈与の解除ができるかどうかというところがポイントです。書面によらない贈与であれば えー、履行するまでは解除できます。ところが今回は二行目贈与契約書を作成したとあります。書面による贈与ですからこれは解除はできないです。はいよって二番の解除はなかったものとして贈与に基づく所有権移転登記を申請していきます。はい申請書このようになります。まず登記の目的は所有権移転としてください。 原因は年月日増与、令和四年六月四日増与です所有権移転の登記を受ける B さんが権利者登記を渡す側の A さんが義務者となります権利者 B、義務者 A と書きます添付情報は A、E、U、A となります A、えー、の部分につきましては、えー、登記の原因の令和四年六月四日増与という言葉 この贈与という言葉をそのまま取って贈与の事実を称するものすでにしていただければ結構ですえそして「えーはい」「う」「う」は印鑑証明書これは登記義務者 A のものとなりますえそして「えー」これは住所証明情報住所証明情報は逆に登記を受ける権利者 B のものとなります登録免許税は20万円 課税価1000万円ですから、えー、その1000万円にかける1000分の20増、えー、与の登録免許税、まあ、売買なども同じですが1000分の20でしたそれをかけてくださいはい今回の問題はこのような回答となります目的が所有権移転原因が令和4年6月4日増与、申請人が権利者 B 義務者 A 添付情報が あいうえ登録免許税が金二十万円となります。今回添付情報はえあいうの記号四つの記号ですね。すべて選んでいただくっていうものでした。論点。第一個に限らず、すべての問題の論点を下に書き出しています。まあこちらでポイントを確認していってください。えー、今回はゾーン登記の申請ができたわけですが。 書面によらない贈与であれば格当者が解除できます。ただし書面によらない贈与でも履行が終わった部分については解除できない。えー、今回の、えー、事実関係は贈与契約書を作成していました。えー、書面による贈与です。ま従、あ、ってもそもそもこの民法五百条え五百五十条ですね。これは適用されないこととなります。解除することはできません。よって。 贈与、えー、に基づく登記の申請書を作成してくださいはい、それでは第1項は以上となりますでは、えー、次回は第2項、ね、また頑張ってください